そうなっちゃってるって、ね、いやこれはパイの巡り高宮にとっての不運な展開が続いています。風向きが悪い。さあ何の一曲、親は堀に変わります。これ上3人がかなり点差が縮まってきましたね。そうですね。いやファイトクラブ高宮第1試合厳しい展開です。さあ何の一曲、ドラは9ピンです。などれもね打たなきゃよかったみたいなのがないんで、うん、もうこういうのは受け入れるしかないですね。もう致し方ないという感じですか。致し方ない、はい、2巡目にねペイ切ったら論告士って言われても、はい、致し方ないじゃないですか。致し方ない、ペイ切んなきゃよかったと思わないじゃないですか、はい、そういうもんです。いやまだ手は悪くないよ。そうですね、だから毎回手が来てるから噛み合って打っちゃうんですよね、はい、ベタ折りする手配になってればこういう報酬はないわけで、うん、はい、でも本当麻雀ってそういうもんですよね。2面通、まあ、ファイトクラブは前回久藤滝沢で 4-4 という結果になったんですが、まあ、久藤さんいて、はい、うん、高宮さんに何かメッセージありますかって言ったら前回申し訳なかったと、うん、とにかく伸び伸び打ってきてほしいと、うん、そういった声をかけてましたね。そうですね、なんかやっぱり基本的にはあまりその今のポイントがどうとか考えない方が多分いいマッチ打てると思うんですよね、うんうんうん。であとこのおおドラも切ったね。この曲もそう今本位積みながらねドラ切ったんですけど、まあ先手になっちゃっても、はい、なんか別にその上がることにね全く意味がないってことはないんで、もちろん、うん、の堀のね4セオルを阻止できるかもしれないし、なのでまあまあ展望ないけど上がれる手はしっかり上がった方がいいかなと思いますね。はい、大井がいいシャンテンです。おわこれは狙いの地合い重ねた、うん、ドラ切りが構想するかもしれませんよ。そうですね、はい、これは高宮が統一の白とトーンはすでにどちらも場には1枚ずつ打たれています。次はもうポンになるでしょう。そうです、だから白はスルーしたってことですよね。そうですね、うん、なんダブなんですよ。これはチャンス、シャアが1枚切れですね。まあ普通はシャアだと思いますけど、はい、はい、ブロックを減らしていきます。シャアの統一落とし、おお1射地球だよ。おお、これはチャンス、ドラ重ねてもいいしね。はい、来てるよ。すごいすごいすごい、ドラ切りが素晴らしすぎませんかこれ。素晴らしすぎますね、素晴らしすぎる。これはねいいトーン残しがもうめちゃめちゃ良かった。さあ水原スーピンを仕掛けていいシャンテン、おシャンポン固定しましたか。あシャンポンごめんなさい、そうですね、キュア頭固定で、はい、カンチャントリアンメンのいいシャンテン頑張ったんですけど、しかもリーチって言ってるよ。それでも村上さん、はい、ウーピンスーピンと、はい、両面捨てて、はい、なんかシャアとか持ってたんですよ。持ってましたね。なんすかあれ、まあ、シャアは安全牌に見えるんで、はい、まあそんなにピン、うん、サブローピンを払う理由が普通はないですよね。うん、しかも1個目のウーピンの時は一応その4号で持ってたってことじゃないですか。はい、ってことはチートイとかのことはないですよね。本当だ、455から5を捨てて4、5を捨てて4捨ててってことですもんね。だから1回はサブローピン受け作ったけど、はい、後からサブローピン受けがいらなくなった手だよってことになってるんで、ええ、まあ、でも本質とは限らんですね。いや本質とは思えないですよ。うん、なんか他にねもっといい断面があるとかね、赤含みだったりとかしたらね普通に外れるんで。村上さん、はい、これ、はい、白馬うわーだから運は切るでしょ。そうですね、ピンチピン、うん、誰も持ってないよ。あ持ってる、堀信号が2枚。あごめんなさい、うん、でもねあの2枚あればペンチャーが2枚あれば十分ですよ。でスーマンと白は白1で、白は絶対あるもんね。スーマンも2だあるね。じゃあシャンポンの方が多いんだ。っていうかさっきからでもね高宮が本当にこう絶対にこうなるよねってところでね、はい、最後掴んでしまうわけですよ。不運な展開続いてますよね。1回ぐらいね高宮にいいことがあってもいいんじゃないかな。でも今負けられない。ドラタン、ドラタン一発もは無理。いや無理かどうか分かんないけど厳しいですね。まあ、選択としては非常に難しい。確かにあの絶対に名本ですってね、マンズの本一ですって言われたら、はい、あったかもね。ウーマン切りたくないよって言って、そうそうそう、はい、パーピン切り玉とかで千二千とかはあったかもしれないけどね。いや勝負するよ。3万は無筋、あと1枚切れを切っていいシャンテンです。なんか近く持ってくるんだけどね。どっちよ。うーファイトクラブとアーベマズのもうこのリーチ合戦はちょっともう心臓痛い。なんか見てらんないですね。見てられない。どっちにも負けてほしくない。しかもね水原もねこれ両面両面のねいいシャンテンでダブナー赤1粘ってますけどギリギリですか。いやちょっと無理か。あでもまだローソーチーソーいけるんだ。なるほど、ローソー
チーズはちょっとまだ通ってないですよ。通ってないけど行くつもりでローストを切った感じですかね。はい、やめるんであればウーマンとかですもんね。うん、もう C できるけど、まあさすがに無理やなって感じで、ベタ折りですね。はい、いやほんと心臓が痛いですねこれね。うわー、チーソーね、脳天から打てるかな。打てない、打てない。現物の3番、そうですね、これはだいぶバックですね。いやー、チーピン白数万どっちよ。もうちょっとだってあなたたち今日まで何試合やってきたのよ。うーん、ここのめくり合いで本当に今後の、行方が大きく左右されます。堀からすりゃね、まあ高宮頑張れって感じなのか、ただハイトクラブが負けたらそれはそれでいいっていうのもあるから、うーん、まあどうも自分がトップ取りたいですもんね。はい、うん、まあ、やっぱこの場面は大井が勝ってほしくはないかな。まあそんなこと考えたってね、そうですね、どうにもなんないんだけど。アベマズとファイトクラブ今季これがレギュラーシーズンから数えて109ゲーム目。うん、両方とも残り8試合ですよね。残り8試合です。いやーまあね、本当に今応援団は必死に積もれって思ってね、願ってると思いますが、ここが本当の最後の正念場になり得るのかもしれません。これはいやーゲーム数が減ってきました。伊沢はこれ完全安排はないんですかね。ウーマンがありますね。まあ降りたくないってことか、まだ粘りたいんだ。うん、何になりましたね。あー、ウーマン取ってますからね。そうか、はい、ウーマン取ってるならなんかね、一旦ウーアンの方がまあテンパイの可能性は高そうでしたけどね。うーん、ハーピン、これチーピン減ってないですよね。チーピンはねずっと2枚あって、パクと数枚減ってないですよね。シャンポンもずっと3枚あるのよ。なによ、まだ5枚もあるよ、ね、トンの一局では。うわー1個減っちゃったよ。あー、これで大井が1枚になった。皮肉なもんだよな、2が先に減るんだからマージャンって。でも1対3で1が勝つこともあると。ある。うん、トンの一局では5対7というめくり合いを演じた2人、あの時は大井の勝ちでした。なんか昨日もね、なんかねすごいの見ましたよ。5対1でなんか1の E ピン短期勝つの見たんですよ、まあ、あの他の最高戦の試合なんですけど。なるほど、はい、だからやっぱね分かんないです。分かんないですよね。全然。でも石橋さん言ってました、日吉さん枚数ですね、はい、いやいや前可能性はあったか高いのは間違いないんですけど、はい、でもこの瞬間において必ずそれが成り立つ。マンダー8000リーチ本一8000点の上がりは高宮、ここで一矢報います。大井からの直撃。いやでもドラタンは選べないでしょ。選べないですね。これはもう致し方ない。これで大井が3番手に交代。桜ナイスドリブンズに とっては願ってもない格好かもしれません。あ、そうですね、はい、確かに。これはもうね、チーム順位を争うことですから、もう当然、はい、どっちを応援するチームもありますからね、はい、今は桜ナイスドリブンズにとっては